はいどうもこんにちは、ピクトンです。今日はですね、ツイッターの友達のあやんこさんと、コラボレーションをねさせていただくことになりました。ではね、今回ね、動画投稿も初ということなので、あやんこさんにどうぞ。雑な紹介。こんにちは、あやんこです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。でね、せっかくね、コラボレーションしますので、何か一つ目標っていうのを立てたいと思います。うんうん。今日は、キャンプ場を作ろうかなと思ってます。はい、いいですね、キャンプ場。うん。で、またね、他の、フォロワーさんたちとマルチできるように、なんかアスレチック的な、なんかそういったものも作りたいなと思ってます。そうですね。アスレチックね。そうそうそう。やっぱピクトンチャンネルといえばドッキリじゃないですか。そうですかね。なので、まぁ、ちょっとアスレチックを作ろうかなと思ってます。はい。で、一番ちょっと最初に、なんか簡単に木とか取ってきたんで、取ってください。このチェストの中に入れてるんで。木は、このチェストの中ですかね。そうですね。はいはいはい。これ全部もらっていいの？あ、どうぞどうぞ使ってください。これがね、実はね、P 版あんまりやってないんで、操作がね、あまり慣れてないんですよ。うんあ、ずっとパソコンですもんね。そうなんですよ。なんで、このちょっとアイテムの取り方とかね、まだ全然慣れてなくて、もうほとんど初心者レベルに等しいのかなと。あ、タイマスも入れといたいんで、どうぞどうぞ取ってください。ありがとうございます。でね、ここにね、なんかちょこっとした洞窟みたいなのがあるんですよ。あ、もう早速洞窟あるんですね。でね、ここに鉄があるんで、うん、あ、でも、あれ、ツルハシも何も作ってない。そうそう、何もやってません。自分で作ってくれた。ちょっと待ってよ。3個。あ、ちょっと待ってね。ツルハシ。これは、これで棒作ったんかな？これで棒、え、全然使い方がわからん。これで、あ、オッケー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 、あ、オッケーです。じゃじゃーん。はい、石のツルハシ。じゃあ、まずね、夜をね、無事に、朝をね、無事に、迎えたいと思うので、そうですね、羊毛をね、欲しいんですよ。はい、あ、羊毛ね。そうで。はい。そしたら、羊をね、じゃあ私、羊取ってきます。いや、ちょっと待ってください、ピクトンさん。そのツルハシで羊をやるつもりですか？いや、今から剣を作ろうかと。それはかわいそうでしょ。こっちに鉄があるんで、ハサミを作ってくださいよ。あ、なるほどね。さすがに。ダメですよ、そんな。やったらダメですよ。はい、ここにちょっと鉄が、そしたらここの鉄もらいますね。はい、私2つ取ったんで、あとはちょっとこれをよいしょ。私は何をしたらいいんかな。鉄をくれ。鉄を渡したらいいの？いや、鉄を取ったら、かまどの中に入れといてください。今、ちょうど石炭取ったので、あれ、いる。いや。いや、ちなみにね、これどうやってアイテム投げんの？え、その下の、これ選んで、アイテムを長押ししたら、そう。ああ、そういうことね。そうです。OK です。じゃあ、戻って、あれ、どこやったっけ？戻って、かまどね、かまど。そうそう、かまどに、
で、私が取ってきた石炭を入れるので、これで。いや。鉄の延べ棒。あ、P 版ってちょっと表記が違うんですね。ああ、そうですね。なるほどね。あ、で、これでハサミを作って羊毛を借りなさいよと。そうそうそう。そういうことですね。剣では決してやらないでください。極力生き物は。そうですよ。大事に。わかりました。はい。でもうすでに夜になってきたのでどうしましょう。ちょっと待ってくださいよ。ハサミ作るにはあ三つね三つある三つある三つあるよ。三つあったらそのクラフトでハサミねハサミ自動的にこう別に作らなくていいのでピコンとハサミ二つで作れる。あ二つでしたっけ。うん。でももう夜なんで、もう、そろそろ。急いで。羊のいるところに案内してもらえます？羊さっきここにいたんやけどな。違う生き物がいそうやな。羊さん。やばい。ゾンビがいるよ、ゾンビ。え？羊いないね。あれさっきいたのに、ああ、なんか変な人。ちょっとこれ川渡ろうかな。ああ、緑が。緑の変な人です。ちょっと待ってね。あ、雲。逃げろ。雲が。どうしようかな。あれ、スケルトン？ああ。よし。いやいやいやちょっとこらいやちょっと私女子ですよ。あ好かれてますね。あうわめっちゃ湧いてる。やばいこれやばい。ちょっと洞窟に逃げて一晩過ごしましょうか。洞窟こんばんは。あいたちょっとやばいちょっと。さよなら。死ぬ。来てるよ。いや。ちょっと私死にそう。ちょっと逃げて。あ、マグマ、あ、すごい。あ。マグマがある。よいしょ。あ、怖い。怖い。あ、ラピスラズリが、あ、ダイヤモンドある。嘘。ダイヤモンドがある、ダイヤモンド。あの、マグマの。ほんまや。あれ欲しいなぁ。すごい。開始早々、すごい。これはついてますね。やってますね。面白い。でも怖いなぁと。鉄のツルハシ持ってます？鉄は持ってないですね。そしたらとりあえず鉄のツルハシを作って、作るのに、この作業台を作って、ここを置いて、インゴットがないから作れなくて、すべてにおいて準備不足という。かまどをこの作業台でかまど。今も取りに行く感じですか？うん。すごい。かまど。作るのに石がないから。石あります。私、かまど作りますよ。あ、そしたら作ってもらっていいですか？あ、クラフトがあるから。よし。はい、どうぞ。なんか今、雲の音がした。石炭あります？うん。そうね。どうぞ。あ、ちょ、これ石焼くんじゃなくて。えあ
慣れないな。こうね、こうね。オッケーオッケーオッケー。で、この間にちょっと、このマグマの周りを固めて、あ、いいこと、めちゃめちゃいいこと思いついた。何ですか？さっき水流れてましたよね、あそこ。すんません。すんません。え？え？すんません。もしかして。すんません。ああ、ああ。よーし。特攻するしかない。そしたら、ここを降りていくのに。ちょっと待ってよ。ちょっとでも、食料が、もう私お腹空いてきましたよ。僕もでもまだ一個分の、危ない！あ！セーフ。そこで落ちないと。クトンといえばもうすぐ死ぬという。そんなフラグついてませんけど。ピクトンといえばすぐ死ぬんじゃないんですか？マイクラの達人っていうので有名だと思ってたんですけどね。あら、かしいな。なんか役割ありますよね、ピクトンちゃんの。ホロスケがドッキリに引っかかって、リトーがそれに巻き込まれるっていう役で、いやいや違いますよ。僕はこう、比較的こう、クールにね。いや違いますよ。リトーさんが、こう、ま、ゲームがま、上手いじゃないですか。いいえ。で、ホロスケさんは横でわちゃわちゃやってる感じでしょ。で、ピクトンさんはすぐ死ぬという、そういうキャラじゃないんですか？いやー、そんなキャラになった覚えはないんですけどね。なんかいつもなんか動画見てたらすぐ死んでるようなイメージなんですけど。いつもなんか、ピクトンさんが、あーって言ってる。いやー、あながち間違ってないような気がする。あれ？でしょ？ちなみにね、ダイヤモンドってどこにや？え？あれダイヤモンドが、ダイヤモンド下に降りたらダイヤモンドがわからなくなっちゃったよ。ん？ん？あれ？それ上から見えます？いや、見えないですね。あれ？どこ行ったん？あれ？どこ行ったんやろ？え？寝ちゃったっか？いや、掘ってないから、どっかあった。あるはず。え？え？バグかな？出た。バグかな？ないですよね。ないですね。あれどこ行ったんかな？そうなんですよね。え？ここから下を覗いたらダイヤモンドがあったんですよね。あれ？わあすごい。これでもあれですね、バケツ作ったらスキタンいらずですね。あ、溶岩の？溶岩で鉄インゴットとか作れっていう。これでもちょっと怖いなぁ。あ、松明がなくなった。どうしよう。っていうか、あれですよね。ダイヤモンドの鉱石がなくなったのが一番不思議。さすがピッコ。なんかば。出た。出た。出た、もう。ここどこ？まさかの。ここどこ？いや、ちょっとね、回線の調子が悪くて。いやいや
やい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 や。出た。すぐ死ぬから、待ってください。あ、あやんこさん。あ、あった。あ、そして、羊がいる。あ、一番最初のかまど、え？ハサミは？ハサミはね、多分、燃えたかな。ハサミ燃えちゃったかな。あ、そしてかまどの鉄インゴットも全部持ってったんで。ああ、もうどんだけ足を引っ張るんだ。あ、何もない、何もないね。何やったんや、今までの。あ、あやこさん、ちょっとハサミ持ってきてもらってもいいですか？ないですよ。マグマに燃えて。鉄インゴット。ないですよ。え？ないの？ないの？え？後ろゾンビ。え？ゾンビ連れてこない。どこまで行くよ、親方。あ、死んだ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 。仕方がないな、あの羊やるか。やりません。ません。どこ、なんか私めっちゃ迷子になってる。ほんだ今のうちにもう一回鉄のつるはしを、あ、これじゃあこれチェストに預けてるから、鉄のつるはし作って急いで鉄鉱石をゲットして、うん、っていうかな感じかな。雨やからね。うん。霧で全くわかりません。どこがどこなのか。なんかね、森をね、右の方に抜けたら出てきたような。右の方に行ってるんですけどね。うわ、あれ、なんでここ急にこれゾンビが湧くようになってきたな。まあいいや。とりあえず、こ、鉄1個。ハサミ作るには鉄2個。どこだ？あった。鉄2個あった。あったよ。あったよ。おー、まだあるある。あ、いて、ちょっと。ダメ。あぶなー。くっそー。くっそ、ピクトンめー。え？めっちゃ羊おるのに、ゲストなんか、なんでもないし。じゃあ、ちょっとそっちで、鉄頑張ってもらって、私ちょっと木を取ってきますね。今ね、今鉄4つか5つぐらいゲットできたから、うん、で、まあ、病もゲットできても、木がないとベッドできないので。あ、ほんまやね。ちょっと木を私は取っときますね。うん、これ、キャンプ場作るのに、ものすごい時間かかるな。時間かかりますよ。あ、石炭は入ってる。トトトトトーン。とりあえず2個ゲットして、え？ハサミ。ん？まず、鉄インゴットを作るでしょ？うん。いや、今作ったんで、あった、ハサミあった。で、これ、ハサミがゲットできたから、これで羊を、あれ、夜になってきてる？夜ですね。あ、羊、あっちか。やばい。早く戻らないと、やばい。私がやばい。先に、死んでもいいから、この木を。あ、違う、ハサミって、ちっちゃいボタンがあった。叩いてもうた。ダメですよ、やったら。あれ？羊もゲットした？あ、した、一個した。ああ！えらいこっちゃ。羊も一個ゲットして、これね、この、はい、このね、
この中に羊が落ちてったっていうね。ああ、羊が。いっぱいでき。湧いてるよ。これはやばいですよ。たくみさんがいっぱいいてますよ。よし、よし。とりあえず。とりあえず、ようもう一個ゲットした。ようもう一個ゲットした。とりあえずチェストの中に入れて。ポチッとね。はい、一個ゲット。ちょっと洞窟避難しましょう。ね、先に羊2匹おったでしょ。うんうん。一匹ね、一匹間違って殴ったら、うん、谷底に落ちて、お星様になっちゃった。うん、ダメでしょうよ。見られた。洞窟逃げて。ダメダメ。よーし。わかった。じゃあ、たくみさんを使って整地しましょう。あ、剣がないね。こっちおいで。こっちおいで。あ、じゃこの、やろうめ。あ、お、ふい。この、いや、怖い。絶対死ぬパターン。ふい。こっち来て。やってきて。これ爆発。よっしゃー。ドーン。メッセージ完了。わ、怖い。ん？いや。どこ？素手でなんか。ああ、めちゃめちゃゾンビとかおるなぁ。いやぁ。おい。うわ、わ、なんかおった。くらいからもう、あれ叩かれへん。全然死ない。あ、やっと死んだ。あれ死んだ。出た、2回目。え、どこにゾンビがおったの？あの、洞窟の入り口に、ハサミとか全部落ちてるんで、拾っとってもらえます？あ、はい、回収しました。あ、羊がふさふさになってる。これはまた毛を刈るチャンスやね。ちょっと朝になるまでちょっと待ちます？あ、ちょっと待って。ゾンビがスコップ持ってるよ。ちょっとそれ返してくれるかな。よいしょ。あ、早くしないと雲。よーし。あ、スコープくれんかった。残念。あれ一人だけなんか装備充実してきてる。なんかゾンビさんにいただけました。よし、とりあえずちょっと洞窟に、逃げる。ん？なんか雲の音がするな。ここは安全地帯かな？でも、何も、あ、クラフトで。剣作りましょうか。剣渡しますね。うん。はい、どうぞ。やったね。で、これでだいぶ強くなったね。あと、ピッケルも渡します。ありがとうございます。はい。はい。で、朝になるまでちょっと。鉄鉱石ってまだあの、かまどの中に。ああ、あるかもしれないです。少し残って、私、何も取ってない。あ、でも、ハサミまだ持ってますよね。ハサミはあの、チェストの中に入れときました。あ、そしたらいつでも。うんうん、そうです。あの、誰かさんがすぐ死んじゃうので、ね。誰かさんがすぐ死んじゃうんで、すぐ。
かまどはね、あそこ、マグマのところなんで、だいぶ下の方ですね。あ、ここに鉄ある。あ、これはラッキーやなぁ。あった。あった、よかった。もう大事なものは私が持ってきますね。ここで、あ、すごいいっぱい鉄ある。いいねぇ。よいしょ。石炭もいます。ゾンビの声が、あ、めっちゃゾンビいる。そっちゾンビ、ゾンビ、ゾンビいる。なんかいっぱい装備してるゾンビいる。どこ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 、このかまどとかあるところの、うん、階段のところにめっちゃ見てる。こっちよいしょ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 。え、どこ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 、あ、ほんまや。それをやっつけてしまえば、その装備もらえるかもですね。おら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 。ゾンビ。あ、装備落とした。あ、じゃあそれゲットしちゃってください。これ、でもこのギザギザプレートやからすごいいいやつじゃないの？よいしょ。結構いいと思いますよ。ほいほい。私は、マグマを、いただく。これ、どうやって装備するんかな。そう、あ、これね。ぴょ、ぴょ。あ、来た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 。じゃじゃーん、また雨降ってるよ。あ、羊が3匹もおる。あ、いいじゃないですか。よしよし。そしたら今のうちに、ベッド作っちゃってください。はーい。ガチャ。ガチャ。これ P 版って羊1回毛を刈るのに1個しか毛くれ、あ、あー！いや、そんな、何ですか？あ、2個出てきた？あ、2個出てきた。これで今4つ、あと2つ。よいしょ。食べてくれるまで待たない。あ、来た来た来た。行きました？行きました。これで前に入れてた分とこれがあって、だからこれで木材を、え？違う。こうして。木材を作って、あ、ベッド2つできた。できました。できましたよ。まず、とりあえずですね。とりあえず、とりあえず、朝はすぐに、これで、敵の攻撃に、よいしょ。こうね、よいしょ、できた。ああ、いいじゃないですか。はい。ね、一応こんな感じでね、あやんこさんとコラボしてみました。キャンプ場ね、作るのはね、多分、まだまだ先の話かな？そうですね。リトーさんまず呼んできてください。また誘ってきます。はい、お願いします。はい。ということでね、今日はね、ちょっとベッド二つ作って、なんとか敵の攻撃をね、しのげれるようにしたところで終わりたいと思います。はい。ということで、次回もお楽しみにください。ありがとうございました。はい。では、バイバーイ。バイバーイ。